川端モロコは、小イカに分類される、淡水魚の一種。川端モロコ族は一重型である。金蛇湖、金ボテ、金ター、金ロコ、金冠ロコ、銀原、銀タ、銀タバエなどの地方名がある。令和2年から国内希少野生動植物種に指定されている。日本固有種。本来の分布地は、静岡県伊勢の本州、四国の瀬戸内海側。 九州北西部。不連続かつ局所的な分布である。環境省並びに、都道府県版レッドデータブックの記載も参照。福岡県と佐賀県における分布は、2005年から2006年に、かけて実施された調査によると、有明海周辺の地域に限られ、生息域の大幅な減少が判明した。また、熊本県からは出現しなかったと報告されている。 香川県産、川端ロコ制御のオスとメス。産卵期を迎え、オスは金色の婚飲色を呈している。全長は約5センチメートルで、自然界においては約3から4センチメートルの小型個体が多い。口がやや上向きについているのが特徴である。口ひげはなく、側線は不完全で、胸びれ情報5から15輪までしかない。 ひなもろこに似ているが、腹の断面が V 字型であり、体高がやや高い点や、陰頭場が三列である点が異なる。腹気から肛門にかけての覆面は、流骨状を定する。体側に薄い黒線がある。繁殖期のオスは、体色が金色になり胸びれにはごく小さな追星が出て、黒線も、明瞭になる。ノービヘイとイセヘイの個体群間では、 体調、頭部から、背部の形状、小柄の高さなどの外部形態に優位な違いが見られた。この変異が、地理的要因によるものか、生息環境によるものかを解明するために、産地別に遺伝情報の解析や生活史の詳細な調査が進められている。メスは、オスよりも大型に成長した遺構が高くなる。本種の産卵行動から、 メスは卵を確実に生産すること。オスはメスの動きに機敏に反応し、より接近して縫製することへの自然淘汰がそれぞれ働いた結果であると考察されている。日本産小イカ魚類中ではひなもろこと並びこ稚魚が最も小さく、それぞれ全長は前期士魚約3ミリメートル、後期士魚約4.5ミ、mm、リメートル、稚魚約11ミリメートルである。 コチ魚児は、体高も低いが成長に従い体高は高くなっていく。平野部の小川や浅い湖生、溜池、溶水路に生息する。水流のほとんどない水生植物が繁茂する場所を、好み、繁殖期を中心に氷層を少数で群れを作り、遊泳することが多い。福岡県、佐賀県周辺における、生息状況調査によると、もつ後、 銀ブナゲンゴローブナ、土吹き、バラタナゴ、メダカと同所的に生息しているとされる。孵化直後の飼魚はワムシ類を好んで捕食する。成長に伴って雑食性に移行し、水生小動物や付着藻類などを餌とする。繁殖期は、おおむね5月中旬から7月下旬で、成熟した一尾のメスを、複数のオスが追尾して、 浅葉の水草に卵を産む。受精卵は、水温摂取25度ではおよそ24時間で孵化する。死魚は1年で生魚となり、寿命は2から3年である。ただし、成熟し、産卵に参加した生魚はその年の冬までに死ぬものが多い。飼育下では5年ほど生き、全長7から8センチメートルに成長する個体がいることが知られている。 佐賀県の六角川水系近隣の農業用水路における生態調査では、当地の本種は一年で成熟、産卵してそのほとんどが寿命を迎えること。こち魚は夏季に出現し、異語急速に成長するが当期には成長が停滞し、翌年春以降に再度急成長して、成熟、初夏に産卵に至ることが明らかになった。種々の環境条件における、 分布情報の解析によって、春引く初夏にかけての生魚の成長と産卵には、高い水温が、夏引く秋にかけてのコチ魚の成長には、コンクリート護岸の比率の少なさが、冬季の未生魚の越冬には、深い水深と、中水植物の少なさがそれぞれ関係していると指摘された。1946年、滋賀県彦根市のため池で本種の産卵を調査した。 岡田弥一郎と中村守順によれば、全長4 2 5ミリメートルのメスは、卵巣内に816粒の卵を持っていた。加えて2007年、岐阜県産の個体を用いた飼育実験によると、産卵誘発ホルモンの5などトロピンを、復空内に投与したところ、 全長 48.4mm のメスは332粒 49.7mm は310粒を投与後8時間30分から10時間45分後の間にそれぞれ散乱した。散乱行動1回あたりの平均乱数は6.3粒であった。神戸市のため池における調査では散乱期の7月に深場ではオスとメスの生費がおよそ1。 一で採集されたのに対し、産卵行動が観察された、朝場では、採集時の生費がおよそ3、1と、オスに大きく偏ることがわかった。メスを、オスが群れで追い、繰り返し、朝場の植物体に侵入して産卵していたという。このことから、本種の産卵では、誘導詞がメスをめぐって、闘争行動をとったり、 メスが特定のオスを選択して産卵したりする要素は低く両者の成熟度や群れたオスの追尾の頻度に左右されるに々な後輩になっている可能性が高い2015年4月現在生息が確認されている府県すべてでレッドデータブックに記載されているそのうち13府県で絶滅危惧愛類相当に選定されている状況である 愛知県豊田市と西尾市では、本種が、市の天然記念物に指定されている。コンクリート3面化や、水路の直線化などの河川、用水路の改修、水田工作放棄による水路の乾燥化及び、環境悪化、宅地化の進行、ため池の埋め立てや、管理放棄、アメリカザリガニ、大口バス、ブルーギル等の外来生物の捕食により、各地で、 個体数が減少している。コチ魚が小さいため、化学肥料や、魚毒性の高い農薬の流入による、生息環境の悪化も指摘されているに従い餌となる微生物群が変化したことも影響したとみられる。2015年4月現在、気象野生動植物保護条例に基づいて、本種の野生個体の捕獲を禁じている自治体は、静岡県、三重県、岡山県、 香川県、岐阜県アンパチ群和野内町である。違法な捕獲行為に対してはそれぞれ罰則規定が設けられている。なお、本種を系統保存している主な水族館は以下の通りである。種の保全を目論んで人工環境下での養殖試験も行われ、その一連の研究の中で死魚器の給餌条件が明らかとなり、増殖に向けた取り組みが進んでいる。 また、川端ロコだけでなく小魚の生息に適した水路環境の整備を行っている例もあるが、保全に前向きな側と保全を進めることにより生産性が低下する農業従事者間の合意形成には多くの困難もある。ありがとうございます。